国民スポーツ大会に合わせて多久市の中学生が PR プランを提案しました。ぜひ予算をお願いします。終わります。中学生たちからの予算を組んでほしいとの要望に複雑な気持ちが入り混じる笑い声。今年秋に開催される国スポに合わせて市の魅力を広く伝えようと、多久市にある3校の義務教育学校の生徒会長が PR プランを発表しました。 PR プランは生徒たちが自ら企画発案したもので、横尾俊彦市長などが見守る中、 SNS での発信や PR グッズの作成などについて発表し、関係者に協力を呼びかけていました。今後はみんなでアンケートを取って協力して頑張っていきたいです。もう盛り上がって、もうタクがいいところって知ってほしいです。多久市ではスポーツクライミングと弓道の2つの競技が開かれる予定です。